ございます。ブーチャンネルでございます。第1回目黒キャノンボールカラス山にやってまいりました。ちょっとね、台数が多すぎて圧倒されちゃって、ちょっとね、もうすごい心臓バクバク、心臓バクバクの意味はもう一つあるんですけど、まあ行ってみましょう。もう目黒目黒目黒です。どこを見渡しても、どこにこんないっぱいいるんでしょうか。目黒がね、今日こんなわけ集まってます。ご無沙汰の方がたくさんいらっしゃって、ドキドキ。さてさて、なぜかブーの SG がレッドカーペットにすでに乗っております。パレードランがあるんです。でちょっと事前にご連絡いただきまして、今回女性に先頭を走っていただきますということで、私ともう一方3人いらっしゃるのかな、走ります。最初に大丈夫かな。スタッフ斉藤さん、パイオニア団の斉藤さん、いましたら受付の方まで、お越しください。パイオニア団の斉藤さん、受付の方まで来てください。お客様がお待ち。顔 OK ですか？あ、じゃあちょっと、目黒 S8 のオーナーのお名前は P、 あ、ダメね、 P さんで、目黒さんで、 S8 で逆進歩ですもんね。すごい、免許いつ取ったんで、今年のこの間の9月に取ったばかりで、なんと目黒 S8 のオーナーさんです。これが初のバイクですか？
憧れの。すごい、ブーは無理です、逆シフト。今日は女性が3人ですね。はい、先頭にもう一人が女性の SG の女さんと、SG、S8 で、はい、走ります。大丈夫かな。押すと4cm ぐらい、ポヨポヨして、下げた状態で測らないかな、上がってる感じが違うから。ジャズの演奏をくださいました内山松尾さん、いい、ね、菊池雄一さん、松本雄一さん、和泉隆夫さん、一人石の蔵。おはようございますなのか、こんにちはなのか、皆さんお集まりいただきありがとうございます。那須烏山にようこそお越しいただきました。このようなバイクのイベントができるかなという話は、実はもう何年か前からお話を聞いていました。ところがコロナ感染症という大きな病を世界中がかかってしまいましたので、そのイベントもできないのかなと思っていたところ、病だったらできるんじゃないっていう話と、秘密にやろうと、どこが今日秘密なんだと私は今思っていますが、あまり大きなイベントにしないで、まず1回目はやりましょうという話で始まっております。すごいイベントだなと思っています。そこにある古いバイクは昭和4年製の元口というイタリアのバイクです。私の祖父が乗って愛用していたバイクを、今次に挨拶、次の次にしてくださる磯さん、こちらの一条院という住職さんなんですが、その方が見るに見かねて手入れをしてくださって、動くようにしてくださいました。その後またいろいろなことがありまして、私の手の元に戻ってきて、今は若い整備士の子が一生懸命手入れをして動くようになっております。たまにドット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 ッという音がしたら、このバイクが走ってる。懐かしい人もいますが、生まれて初めて聞くという方がたくさんいると思います。昭和をずっと走り抜け、平成令和と動いているものが、その伝統を培っているのがここだと思います。祖父はイタリアの車を買ってしまいましたが、皆さん愛している目黒はこの地が発祥です。その後にやっぱり鉄鋼業の会社ができています。皆さんからここはバイクの聖地だよと何度も言われ、市長になって2期目になりましたので、どうにかイベントできないかなっていうのを1期目に考えていて、本当になって、明日が初登場なんです。本当は2期目のその最後の日にこのイベントができたということは、1期目の成果かなと私の中では胸を張って言える一個だと思っています。本当にお集まりいただきまして、皆さんありがとうございます。皆さんのバイク自慢をたくさんして帰っていただいて、また来年再来年と続けるよう努力をしていきたいなと思っています。本当にお集まりいただきありがとうございます。遠くから四国岡山、あと秋田の方からも来ていただいているそうで、ありがとうございます。たくさん美味しいものを食べて帰ってください。では本当にこのイベントを楽しんでください。また企画した皆さん、ありがとうございました。市長ありがとうございました。覚えたと思いますが、YouTube でそのかっこいい動画が上がっています。ご覧になりましたかね。でそれのですね、撮影のプロデューサーをしてくださった浅川さんが今日駆けつけてくださって、お持ちくださいました。浅川さんいらっしゃいますか。 あちらにいらっしゃいます。拍手お願いします。数に限りがございまして、5名の方、5組の方に今日はお渡しさせていただきたいと思いますので、今からお呼びしますので、どうぞ前の方にお越しください。プレゼンターは川又市長にお願いしたいと思います。市長お願いします。ではお呼びします。四国の高知県よりお越しくださいました大坪様、お一人目お願いします。はい、お二組目、岡山の
岡山からお越しの岩田親子様ですね、お二人で来てくださってます。どうぞお越しください。すいません、今向かってるそうです。今陸路で向かっているということでございます。はい、続きまして埼玉よりお越しで RZ のレーサーを展示してくださいました榎本様お越しください。拍手お願いいたします。4人目はですね、目黒スタミナ500の最高齢で今回参加くださいました84歳の佐藤様、前の方にお越しください。はい、で最後はですね、新潟よりお越しの新潟目黒会会長相馬様、前の方にお越しくださいませ。皆さん拍手でどうぞお迎えください。じゃあすいません、皆さん市長よりお一方ずつどうぞお受け取りください。じゃあ皆様拍手でお願いいたします。じゃあ榎本様お願いします。皆さん拍手お願いいたします。じゃあ続きまして最高齢の参加者佐藤様お願いします。最後、新潟よりお越しの大間様、お願いいたします。はい、ありがとうございました。皆様、今一度大きな拍手でお願いいたします。どうもありがとうございました。今、開会式で来賓の方と市長さんのご挨拶もあったりして、烏山の町を市中を13キロほど巡るので、今日は走りましょうというイベントです。ぜひ目黒に乗って来られた方また僕が言ってたんじゃない。そうそう、はいはいはい。ああ大丈夫ですよ、別にそんな全然大丈夫です。ブーちゃんと写真撮りたいんですか。ああ全然どうぞ、いい大丈夫ですよ。おお今日は主人と一緒に、参加しました。ナンバーはタワナンバーなんですけど、2年ほど前に那須町の方に引っ越してきました。よろしくお願いします。今年の
取りました。なのでバイクは S8 を譲っていただいたので末永く乗れるように頑張っていきます。お願いします。よろしくお願いします。気をつけていってらっしゃい。気持ちよかったです。烏山の町は途中でコース案内してくださる方もいたんで安心して走れましたし、さっきご紹介預かりました目黒三人娘でね、この貴重な車両のオーナーさんとみんなで最高でした。いや、伝わるかな、この気持ち。伝わるといいな。お疲れ様です。どうでしたか？
すごいの発見しちゃいましたお話伺ったらなんと岡山から栃木の那須烏山市まで2日かけて来たということは2日かけて帰るわけですよ。我々がこう東京から栃木に来ることなんてね、みんな頑張れって言ってくれてるけど、そういうもんじゃないで、つわものをご紹介しますこんにちは。こんにちは。あ、お顔映っても大丈夫ですか？あ、全然大丈夫ですよ。今更なんですけど。はい。いや、すごいですね。はい。来ました。あ、この紹介とかも。あ、そうだね。背中をちょっと。あ、背中も。こんな感じで。ああ。はい。まあ、あと、行動活動は息子が中心でやってるんで、息子の方にいろいろとやってください。はい。そうですね、まあ、ブーチャンネルさんにも、はい、あの一応ご紹介をしたんですけど、これはとにかくあの目黒植林会、いわゆるその目黒に乗って、とにかくいろんな人に見てもらって、古いバイクの良さを知ってもらうという活動です。ちなみに、まあ、植林会、まあ、会という会は、まあ、助け合うの会っていう意味なんですけど、あ、まあ、植えるのはもう本当文字通りも一人一人が目黒に乗って目黒の良さを知ってもらおうと、はい、で輪いうのは、まあ、ご縁ですよね。そう、いろんな人とこうやって今回のこういうキャノンボールとかでこう、まあ、僕とまあブーチャネさんつながった、まあ、これも何かのご縁じゃないですか、はい、それと同じようにいろんな人とつながってそれが大きな縁となるというのは、まあ、輪ですね。あ、であの会いうのはその、まあ、いろんな人とつながって、もし誰かが目黒が故障をしたりとか何かこういうものがトラブルがあったよっていうのでみんなで助け合って目黒が途絶えないようにみんなで助け合おうという意味合いで、で会いで活動内容はチームでもないので個々個人が目黒に乗るというのが活動内容っていう。素晴らしい。で今回はこの通り目黒に乗ってブラブラするということでキャノンボール自走でブラブラしたブラブラっていう距離じゃないですけどね。本当に片道何キロぐらいですか？600キロ。でもやっぱあれですね、乗ってて楽しいし、あ、素晴らしいね。まあ、あの名の通りのスタミナですね。あ、すごいスタミナセブンだなって。あ、すごい。なるほど、ね、いやすごいな。いや念願の、ね、だって倉敷とでこうなかなか会えるあれじゃないですから、ね、なかなかお会いできるとは思ってなかったんで、インターネットとか今はね SNS とかそれこそ見てくださってる、ね、YouTube とかあるけど、 Twitter であの お仲間さんのフォロワーさんがいて、ちょっとお声掛けしたらちょっとこういう感じになりました。はい、すいません、ありがとうございました。元気です。ありがとうございました。安全運転でお帰りください。はい、我々もですが、それで、すごい。安全運転でブラブラ帰りましょう。ということで、第1回目黒キャノンボール烏山でした。いろんな出会いがありました。楽しかったです。安全運転で帰ります。ごきげんよう、またね。